今シーズン優勝戦線を突き進む阪神。岡田監督に代わりチームが生まれ変わりました。近本、中野の 1,2 番コンビの出塁、4番大山の勝負強さ、ドラフト1位の森下翔太、ファンが待っていた前川右京たち日替わりヒーローの誕生でチームがうまく回っています。今回の動画ではそんな阪神タイガースの歴代ベストナインを選んでみました。夢の最強オーダーをお楽しみください。1番ライト、真由美明信。真由美は1973年太平洋クラブライオンズから指名を受け、1978年に阪神に移籍しました。移籍1年目からレギュラーとして定着、1983年には首位打者に輝いています。1985年には1番打者として34本の本塁打を放ち、阪神のリーグ優勝、日本一に貢献しました。1987年には通算41本目の先頭打者本塁打を記録。これは歴代2位の記録で、セリーグでは歴代1位の記録です。真由美によれば、現役時代の本塁打のほとんどはスライダーを打ったものだそうです。あの頃はスライダー全盛期で、どの投手もカウントを取りに来る球がアウトコースのスライダーだったんです。甘く来たら絶対に逃さなかった。漠然と狙えば良いというのではなく、自分なりの甘いゾーンの基準を持つことが大切と語っています。現在は野球解説者として活躍中です。一番打者にして高い長打力を持った真由美は、今でも史上最強の一番打者と言われています。2番センター、近本浩二。近本は現在の阪神で欠かせないリードオフマンになっていますね。1年目から史上初、新人による先頭打者本塁打、史上2人目の新人によるサイクル安打を達成。そして赤星憲広以来、 NPB 史上2人目となる新人として盗塁王を獲得。そしてシーズン159安打を放ち、長嶋茂雄が保持していたセリーグ新人安打記録を更新。3年目にはシーズン178安打を放ち、最多安打を記録しています。調子が良い時の近本は手がつけられず、2022年には30試合連続安打を放ち、これはマートンに並ぶ球団記録です。赤星は自身と近本の違いについて、長打力があることが決定的に違う、近本は長打があるので簡単にストライクを取れない、すごく嫌な存在でしょうねと語っています。球界屈指の守備範囲を誇り、2020年、2021年と守備指標 UZR でセンターリーグ1位を記録。現時点でも歴代の阪神のセンターでナンバーワンの実力と言えるでしょう。3番ファースト、バース。阪神に限らず史上最強の外国人助っ人と呼ばれているランディ・バース。日本一を果たした1985年には打率3割5分54本塁打134打点、翌年の1986年には打率3割8分9厘47本塁打109打点で2年連続三冠王を獲得。1986年シーズンの打率3割8分9厘は現在でも NPB 記録です。3番バースの後の4番掛布も脅威だったため、バースと勝負せざるを得なかったことが三冠王獲得につながったと言われています。また掛布は浜風対策として身につけた独特の流し打ちをバースに伝授、それが本塁打量産につながっています。現在でも期待の外国人助っ人にはバースの再来といった文言が使われることが多いですね。2023年、ラミレスと共に野球殿堂入りを果たしています。今でもイベントなどでたびたび訪日しており、最近だと2023年3月31日の阪神対横浜戦で始球式を行いました。4番、サード、掛布正幸。1982年、1984年に本塁打王、1982年に打点王に輝き、ミスタータイガースとして人気を博しました。
阪神の4番として長きにわたり活躍し続け、1985年念願のリーグ優勝日本一を果たした際、掛布は必要とされる4番としての役割を果たすことができたかな。心地の良い自分なりに意味のある意義のある野球ができたのかなと思っていますと語っています。しかしその後成績は低迷、33歳という若さで現役を引退しています。4番以外の打順ならまだ続けられるんじゃないかと周りから言われている中、掛布は4番を張って野球をやれなかった、自分の中で4番として打席に入ることはないだろうなという気持ちが引退を決意させたと語っており、阪神の4番として強いこだわりを持っていたことがわかります。現在は野球解説者として活躍、個性的な解説が人気ですね。5番レフト金本智明。2003年、当時の監督星野仙一からラブコールを受け、広島から阪神へ移籍。2003年2005年のリーグ優勝に大きく貢献しました。通算2539安打、476本塁打、1521打点とレジェンドとして文句のない成績です。2006年に904試合連続フルイニング出場の世界新記録を達成、最終的に1492試合まで伸ばし、鉄人として世間から認知されています。どんな時でも全力でプレーするのは当たり前、怪我をしても我慢して当たり前、そういう感覚が自分の中にあったからやってこれただけですと金本。そして金本の代名詞と言えたのが一塁への全力疾走です。引退会見でも1002打席連続の無併殺記録を誇りに思うと語っています。勝利への執着、金本はこれを21年間突き通し、記録としても記憶としても残る選手になっていますね。監督を辞めた現在、野球解説や金本塾の運営をしています。6番セカンド岡田彰布。プロ入り後12年連続2桁本塁打を放ち、スラッガーとして長年活躍しました。優勝した85年シーズンはいずれもキャリアハイとなる打率3割4分2厘、35本塁打、101打点と今なら三冠王を取ってもおかしくない成績ですが、同チームのバースがそれ以上の成績を残したため、タイトル獲得には至りませんでした。幼少期から阪神を愛しており、自分の成績よりもチームバッティングを常に心がけていました。川上哲治のヒット1本、フォアボール1個で首位打者という格言を励みにしており、現在の阪神のフォアボールの多さにもこれは反映されていますね。また岡田は来た球を打つというより配球を読んで打つタイプで、初球は何が来るかわからないからほとんど見逃していた、ツーストライク後ならまっすぐか決め球が来る、狙い球を絞りやすいと語っており、追い込まれても読みと集中力で打つ凄みを持っていました。現在は阪神の監督としてチームを引っ張っていますね。7番ショート鳥谷敬。鳥谷といえば卓越した選球眼、2011年以降3年連続でリーグ最多フォアボールを記録しています。2013年には球団記録となる104四球を達成、2017年には史上15人目となる通算1000四球を達成。自分がプロ野球で長い間試合に出続けるための一つのアイテムというか、それが選球眼だったと鳥谷。実際鳥谷は歴代4位の667試合連続フルイニング出場を記録し、金本と同じく鉄人と称されています。阪神のショートを長きにわたり守り続け、最終的に通算2099安打を放ちました。鳥谷といえばそのストイックさも有名です。シーズンオフの農会で宴を抜け出し、一人ジムでウェイトトレーニングをしていたそうです。ショートという負担の大きいポジションで結果を出し続けることができたのは、自分への厳しさがあったからでしょうね。現在は日刊スポーツの専属野球評論家を務めています。
8番指名打者今岡誠。2003年に主に1番として起用され、打率3割4分で首位打者のタイトルを獲得し、リーグ優勝に貢献。2005年には主に5番を務め、NPB 歴代3位となる147打点を記録し、リーグ優勝に貢献。この年のインパクトが今岡は強いですね。満塁での打率は25打数15安打で打率6割。非常にチャンスに強かったことがわかります。当時の4番の金本さんの存在が大きかった。ずっと背中を見てタイミングの取り方などを学べたと今岡。ただ自分のタイプは5番ではないとも言っています。打ちやすいのは1番。2試合連続初球先頭打者ホームランの記録を2003年に立てました。それくらい積極的にヒットを狙った結果、その年に首位打者を取ることができたと今岡。今年から岡田政権の下、阪神の打撃コーチを務めていますね。9番キャッチャー矢野明弘。矢野は1997年シーズン終了後、中日から阪神に移籍しました。阪神を2度の優勝に導いた打力のある名捕手です。リーグ優勝した2003年には打率3割2分8厘をマークし、藤本敦史とともに恐怖の下位打線と呼ばれていました。矢野は正捕手にまで上り詰めましたが、これには当時の監督野村克也の存在が大きかったそうです。リードに関しては監督には感じろと言われてきた。投手、打者、走者の心理や打者の動き、漠然と見ていたら見えてこないものが多い。だから感じることを心がけてきたと矢野。打撃に関しても野村氏は捕手のように投手の球を見ろとアドバイスをしていたそうです。野村氏は阪神の監督としては3年連続最下位と結果を残せませんでしたが、後の名捕手矢野の誕生に大きく影響を与えていました。矢野は監督を辞めた現在、野球解説やトークライブをしています。投手。先発村山実。 0.98 という戦後唯一のシーズン防御率0点台、通算防御率 2.09 のセリーグ記録、歴代最多タイの沢村賞3度受賞と輝かしい記録を持つ通算222勝の阪神のレジェンド。村山は長嶋茂雄に闘志を燃やした野球人生でした。1959年6月25日の天覧試合、同点の9回裏に当時新人だった村山は長嶋からサヨナラ本塁打を浴びます。これが2人のライバル関係のきっかけです。俺は長嶋さんとの勝負は絶対に逃げない、打たれるか打ち取るかのどちらかだ、逃げないで勝つことに価値があると村山は話していました。その結果三振かホームランが多かったのです。村山といえば切れ味抜群のフォークが決め球ですが、これも長嶋へのライバル心から作られました。1988年から阪神の監督に就任。バース・カイコ、大野、和田、中野の少年隊を結成。村山監督の最大の功績は真弓の大英移籍阻止でした。なお村山監督は古田捕手のドラフト指名を球団に進言しましたが、メガネをかけているからと球団は拒否。暗黒時代の幕開けを象徴した出来事ですね。中継ぎ岩崎優。岩崎はもともとは先発要員として起用されていましたが、2017年から本格的に中継ぎへと転向。転向後すぐに勝ちパターンの一角を担い、それからは毎年阪神のブルペンを支える頼もしい存在になっています。下柳剛は岩崎の凄さについて、岩崎は球速はそんなにないけど、リリースポイントが普通より前、その分打者に届くまでの距離が短くなって、その分球を速く感じるんですよと語っていました。俗に言う球持ちの良さですね。また岩崎は常にポーカーフェイスですが、うちには熱いものを持っています。選んでもらって登板するんだから、なんとかそこで期待に応えたいと考えるのが当たり前。
登板が決まってもマイナスな気持ちになることはありません。プロとして野球ができること自体に感謝している姿勢が見受けられますね。これからもブルペンを支える頼りになる存在でいてくれることでしょう。中継ぎ、久保田智之。JFK の一角を担った鉄腕です。2007年にはセットアッパーとして NPB 記録となる90試合登板を記録。防御率は 1.75 と抜群の安定感を誇っていました。中継ぎでの酷使もあってか、プロ通算11年と長くはないですが、ファンに大きなインパクトを与えました。2005年の9月7日の中日戦、当時の岡田監督が選手を引き上げさせた有名な試合ですが、9回裏、ワンアウト満塁のピンチを迎えた久保田に対して、打たれろ、むちゃくちゃやったれ、俺が責任を取る、負けてもいい、思い切っていけ、と言い放ち、結果、久保田は2者連続三振でピンチを脱出。試合後、監督の言葉で気持ちが固まった、負けたくない気持ちだけで投げた、と久保田。このエピソードで当時の岡田監督が久保田をどれほど信頼していたかがわかりますね。今年から阪神の一軍投手コーチを務めています。抑え、藤川球児。久保田同様 JFK の一角、浮き上がるような火の玉ストレートが有名です。 NPB 通算782登板243セーブ、防御率 2.08、2022年に迷宮会入りを果たしたレジェンドです。藤川のストレートについて当時捕手を務めていた加納圭介は、取っている感じではめっちゃすごいとは思わないんですよ、でも打席に立つとすごい上に上がる、立っていると思った軌道に入ってこないんでしょうね、と語っています。藤川は自身のストレートについて、コツは球速を上げすぎないこと、いくら回転数が多くても浮きはしない、落ちづらくなるのが140後半くらいです。このストレートで人生が変わった、140キロしか出せない投手がまっすぐでこんなに三振を取れるとは思ってなかったんで。藤川はピッチャーの生命線はまっすぐだと証明した投手です。現在は野球解説者として活躍中で、分かりやすく論理的な解説が人気ですね。投手控え、井川圭。1997年入団、2001年から先発ローテーションに入り、2002年には開幕投手を務めました。2003年には20勝投手となり、阪神をリーグ優勝に導いています。井川はコントロールはあまり良くなく、力のあるまっすぐが武器でした。コントロールがないのは分かってたから大胆に投げていた、カウントが浅い時はとにかく腕を振ってファールを取れるようにしていた、と語っており、井川の投球スタイルが読み取れますね。そんな井川の現在ですが、兵庫ブルーサンダーズと練習生契約をしており、現役で野球をしています。練習生なので収入はゼロですが、それでも野球を続けるのはよほど野球が好きなのでしょうね。投手控え、中西清興。球道くん。中西は1985年の阪神のリーグ優勝にストッパーとして貢献し、胴上げ投手にもなっています。先発、中継ぎ、抑えと全て経験しており、球速は速くなかったですが、多彩な変化球で直球を速く見せる投球術で活躍しました。今日はどのボールを軸にするかを試合前にしっかり決めていかないといけない。先発は自分で試合のリズムを作れるが、中継ぎはリズムに乗らないといけない。野球の投球術は教えてどうこうなるものではない。自分で経験してクリアしていかないと身につかない、と語ります。今の抑えは9回の頭に登場し、1イニングを確実に抑えますが、当時の抑えは8回でもピンチになったら登場し、抑えた後、イニングまたぎで9回を抑えていました。火消しという表現がよく合っていました。現在は野球解説や YouTube 活動に力を入れています。野手控え、赤星憲広。入団1年目から盗塁王と新人王をダブル受賞し、ゴールデングラブ賞も受賞。
それから5年連続で盗塁王を獲得し、3年連続60盗塁を達成。球界のスピードスターとして名を馳せました。しかし、2009年のベイスターズ戦で負った脊髄損傷をきっかけに選手生命が絶たれ、9年という短い期間で球界を去りました。盗塁について赤星は、盗塁に失敗して次もアウトになったらどうしようと不安になってしまったら、その時点でスランプですよ。じゃあ盗塁に何が必要か。勇気、これだけですと語っています。赤星は9年間全力で走り続け、周りに大きな勇気を与えてくれました。現在は野球解説者として活躍しています。野手控え、檜山慎二郎。入団後は長距離打者として期待を受けていましたが、中距離打者に転身し、確実性を増した打撃で阪神の2度のリーグ優勝に貢献。晩年は代打の神様として抜群の勝負強さを見せました。代打での14本塁打、158安打、111打点はすべて球団最多です。試合に出れてない時、辛かったけど野球を通じて人生勉強をさせてもらっていると考えていた。一生懸命やってダメならすっきりできると語っており、どんな時も人生は勉強であるという教えを説いていました。メガホンを振る檜山ダンスの応援歌は圧巻でした。現在は野球解説者として活躍中です。野手控え、八木博。1997年から主に代打で起用。この年に代打率4割をマーク。ここ一番の場面で登場する初代代打の神様です。代打八木のコールで球場を大いに沸かせていました。八木は1997年からですね、本当のプロフェッショナルになったのは、と振り返っています。きついのは、野手の代打として出ていくとき、チャンスで変えられる辛さ、惨めさもあるでしょうし、その選手の打席を奪うわけですから、奪った以上はその人よりも結果を出さなければいけない、と語っており、代打の神様らしい言葉を残しています。現在はファイターズの一軍打撃コーチを務めています。阪神歴代ベストナインまとめ。歴代ベストナインを選んでみましたが、いかがでしたでしょうか。センターは近本か赤星か本当に迷いました。投手も江夏豊さん、小林茂さん、福間治さん、弓永達弘さんたち。ショートは吉田義雄さん、平田勝雄さんがいますから、阪神は本当に名選手ばっかりで話がつきませんね。あなたのベストナインがありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。